梅蘭法梅蘭法の共像、梅蘭法は、新末から中華民国、中華人民共和国にかけての強劇俳優である。本名は梅蘭。北京生まれ、祖籍はチャンス書大衆。親まで名高く、四大名誕の一人。日本の歌舞伎に近代演劇の技法が導入されていることに、触発され、強劇の近代化を推進。梅派を創始した。 20世紀前半、強撃の海外公演を成功させた。代表作は、宇宙喫先、姫水酒、ハオベッキ。撃の名門に生まれる。祖父の梅匠美は、小山役者であり、同校十三絶の一人である。父、梅イチクカオルも、強撃役者。幼い頃より、強撃の訓導を受け、8歳にて、初舞台を踏む。 海外での初の胸撃公演を開催し、1919年から1935年にかけて日本、アメリカ、ソ連などで胸撃を演じる。1919年の法日時の梅、その右に大倉吉次郎と村田角子。1924年、来日して関東大震災のチャリティー公演を行う際、急性長炎になるが、一命を取り留める。 その際、日本人医師は治療費を受け取ろうとせず、記念品として、梅が身につけていた尻尾焼きのカフスボタンを求めたという逸話がある。日中戦争の間は、一貫して、抗日の立場を貫いたと言われ、日本軍の占領下ではお山を演じない、医師表示として、髭を生やしていた。戦後、舞台に復帰。東西冷戦時代の1956年、州本来の指示により、 訪日協劇団の団長となり、まだ国交のなかった日本で協劇講演を行う。訪日当時、第二の御星源と日本で注目された、囲碁騎士の中国人少年、陳外徳らを日本に留学させる計画を、御星源との相談で進めるも長崎国旗事件で実現しなかった。1959年、中国共産党に入党。1961年、 心臓病で死去、ありがとうございます。